バランスボールは座ってるだけじゃ負荷が足りないですよ。リテラリテの武部です。今日はですね、バランスボールを使った基本的な体幹、腹筋、背筋周りのエクササイズやっていきたいと思います。よくね、最近は家でバランスボール持ってますという方多いんですが、やっぱりね、メインの使い方としてはこれに座って、何かね、ダイニングチェアの代わりにしてますとか、テレビを見るときにこれに座るようにしてますというお話も結構聞くんですが、やっぱりね、もちろんね、椅子に座って日々ね、過ごすよりも、こういったものにね、乗ってちょっと刺激を入れてあげるというのはいいことだと思うんですけども、どうしてもね、それじゃね、負荷が低いんですよ。なのでこれに座ってるだけで、体幹が強くなるといったら、少し誤解があるんじゃないかなというふうに私は思っています。もう少しね、プラスで刺激を入れてあげないと、ちょっと体にはね、慣れも出てきますし、物足りなくなってきます。ということで、今日はですね、このボールを使って、4種目ですね、簡単な体幹、腹筋周り、背筋周りのエクササイズやっていきたいと思いますので、ぜひやってみてください。さあ、では早速ボールを使って体幹周りですね、腹筋も背筋もやっていきます。4種目やりますが、今日はね、ちょっと初心者向けというか、少しね、運動に慣れてない方もできるようなものを入れていきたいと思ってますので、全て10回やるんですけども、1回1回の動きね、3秒間だけちょっと止めます。3秒止めて動く、3秒止めて動く、10回やっていきましょう。できれば2セットね、慣れてくれば2セット、このサイクルをね、続けてもらえればと思います。はい、では早速1つ目からいきましょう。さあ、1つ目はですね、まずはボールを置いてもらって、腕立て伏せの形になります。こうです。で、もう今日はですね、膝下からだいたいすねぐらいがね、ボールの上に来るようにしてもらって、ゆっくり曲げて伸ばします。伸ばしたところで3秒間ね、カウントします。はい、では10回いきましょう。ここから 1、2、3 2、2、3。 そう、腰が落ちないようにだけ気をつけてください。2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。 OK。 これ膝ね、曲げ伸ばしきつい方は、まずこの腕立てのね、ポジションをキープするだけでも大丈夫ですので、難しい方はそこから始めてくださいね。はい、では2つ目いきたいと思います。2つ目は上向きです。だいたい腰のあたりにボールが来るように、置いてもらって上向きますね。で、手足両方ついてください。手はね、べったりつかなくても指先だけついていれば大丈夫です。ではまず右足を上げて、体格の左手、頭の後ろ、この状態を作ります。これきつい方はもうこの状態をキープで結構です。いける方は膝と肘を近づけてきて落としましょう。3秒間いきますね。1、2、3、2、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、ラスト10、2、3。 OK。 はい、では同じように反対いきます。いきましょう。1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。 OK。
はい、ではあと2つですね。次の2つはどちらかというと背筋がメインになります。お腹をねボールに乗せるという感じです。で足はしっかりついておいてもらって、まずですね最初は、手を離してもらって体とね、体側に合わせて構えてもらいます。ここから床と平行までスーパーマンの動きですね。はい、これ動かすのがきつい方はこのままね、じっとキープするというところからいきましょう。はい、では動かして3秒間止めて10回いきたいと思います。 1、2、3、3、2、3、4、2、3、5、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、ラスト10、2、3。 OK、 さあラストもう一つですね。最初の形は同じになります。さあ次は手をね上げたところから始めて、ここからお尻の上まで手を持ってきます。最初は手のひら下で、お尻の上に持ってくるときは手のひら上になりますね。はい、ではこれも、10回ですね。3秒間ここで止めますね。はい、頑張りましょう。1、2、3、4、2、3、6、2、3、7、2、3、8、2、3、9、2、3、10、2、3。 OK です。はい、では最後ね、ストレッチいきたいと思いますが、せっかくボールがありますのでボールを使ってしっかりとリラックスしてお腹周り伸ばしていきましょう。余裕がある方は少しハンドをつけてもらってね、こういう感じで全身を脱力して緩めていきましょう。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。まあね、このボールさえあれば手軽にできるエクササイズだと思うんですが、一つ一つね、しっかりとゆっくりね動作を行うことで、ある程度ね、刺激が入ってきますので、もちろん最初に言った通りに、この座ってるだけで使うよりもこういうふうに、まあ、少しね、このボールを使って動いてあげるということで、十分体幹周りに効果が得られることができますので、もしね、今これを椅子にして、ソファ代わりにして、テレビを見てるなんていう方は、少しですね、今やったようなエクササイズを CM の間だけでも結構ですので、ちょっとね入れてみるようにしてください。このチャンネルではトレーニングに関する情報、そして私のクライアントからいただいた体に関するお悩み相談に対して私がどのように指導しているか、いつも配信しています。今日の内容が良かった、ぜひちょっとね取り入れてやってみようという方は高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。